一つずつ、片付ける動画。まずはこれ。レッツゴーって知ってる？赤外線誘導とか、音声識別装置がついてる、超ハイテクミニ四駆を、走って追いかけられる小学生が、主人公の漫画。アニメにもなってて、結構人気だったんじゃないかな？爆走兄弟レッツエンドゴー、シャイニングスコーピオン。96年だって、16年も積んでてごめんって戻っちゃった。気を取り直して、始めるよ。さっき出てきた赤い髪の子が、お兄ちゃんのレツくん。青い髪の子が弟のゴーくん。ストーリーモードで良いのかな？名前考えないと。てあー、バグってる。うちのスーファミ瀕死だから、たまにバグるんだよね。お見苦しいですが、ご容赦ください。名前。レツとゴーと言ったら、あれだよね。兄弟は逆だけど、あれしかないよね。レツが青で、ゴーが紫だけど、仕方ないよね。あれ、濁点なくない？嘘マジでそんなん聞いてないよ。どうすんだよ。濁点も半濁点もないじゃん。次郎丸とかどうやって名前入れればいいの？いくらスーファミだからってこういう手抜きよくないよ。全国の濁点ついてる名前の、人に謝れ、次郎丸に謝れ。てか普通あるよね、点々と丸後ろの方にあるよね。それか濁点付きの文字を50音とは、別に用意しておくよね。なんでないの？あれ、何をした？ Y をした？ Y だ、Y で濁点つくぞ。X は半濁点か。なんだちゃんとついてるじゃん。ののしってごめんなさい、アスキーさん。さて、名前の続き。もうわかるよね？レツ、ゴーとくれば、ジャンでしょ。ケントも迷ったけど、やっぱり主人公はジャンだよね。体にみなぎる、無限の力。アンブレイカブルボディ。言わねえよ。すみません、調子乗りました。元ネタは、銃剣戦隊劇レンジャーで、ニコニコで人気のテニミュで、旧日本兵、って呼ばれてた人が主役だから、気になる人は見てみれば良いと、思うよ。列の名乗りに吹きそうになるから、注意してね。そろそろ始めようか、って思ったのにまだ何か入れなきゃいかんの？何？ネーム？何の？ボディは正六？マシンの名前かな？いいや、適当で。激連つながりでシャア風にするよ。オーケー。やっと始められる。名前入力にこんなに手こずるとは、思わなかったな。おう、これがジャンか。その帽子、タミヤの人にかぶれって言われたの？ゲームの中でも広告お疲れ様です。なんだっけ、すごいミニ四レーサーが集まるお店探すんだっけ。いろいろあるけってことは、ダミーのお店とかもあるのかな？ここはお前のような新参者が、来る場所ではない、とか言って追い出される、上級者専用のお店とかあるのかな？原作ではなんとか模型店ってお店で、レツくんたちがパーツ買ってた気がするけど、まずはそのお店探してみようか。お店の名前忘れたのが致命的だけど。カークレインボー。僕がどこにいるか、わかるかな？遊んでないでさっさと行こう。さっき右の方にそれっぽいお店あったんだよね。てかお店ここしかないし、ダミーも何もあったもんじゃないね。相模模型店か、そうそう、そんな名前だった気がする。今カウンターにいる右のおっちゃんが、当時のオーバーオール、今でいうサロペット着てたんだよね。覚えてるよ。初めてです。優しくしてね。
あ、名前微妙に被ってる。てかその帽子、オーダーメイド？自分の名前入ってるの、わざわざ探してきたの？感動、ちゃん。このお店、ワクワクだー。このセイバ兄弟ってのが、鉄と豪のことね。確かこの純ちゃんって子は豪と同い年だったはず。え、レース？そんな急に？ポイント？それ集めるといいことあるの？へぇ、初心者に良心的なお店ですね。ちょ、パーツと交換できるんかい？そんなことしていいの？ほとんどタダでパーツあげてることになるじゃん。今少子化でこういうおもちゃ屋さんの売り上げが落ちてるのに、自分の首絞めることになるんじゃないの？いいの？まあでも、もらえるもんは、もらっときますけどね。へっへっへ。おう、セッティング、よろしく。いよいよレースか？頑張るぞってコース説明会。クリームパン、確かに。誰うま。ゆるい連続カーブがクセモノだな。スピード出しすぎるとコースアウトしそう。テクニカルなコースなら任せろ。おう？オーケーオーケー。スタートは自分でやるのね。レースワキワキ、ミニ四駆ニキニキ。で、純ちゃん足めっちゃ速いのね。ダッシュの仕方教えてよ。相模カップレース。始まるよ。いきなり優勝とかしたらどうしよう。レコード更新とかね。42秒とか楽勝でしょ。正六ばっかじゃん。このシャーフの浮きっぷり。無難に正六のままの方が、良かったのか？ゴー、うわー、スタート失敗。遅、ストレートめっちゃ遅。ダントツのビリ争いじゃないっすか。てかビリ争いしてるの。もしかしてゴーくん、あれ、まだお店来てなかったんじゃないの？早くも1位争いから脱落。優勝したらどうしようとか、レコード更新がどうとか、生意気言ってすんませんした。やっと初期セッティングのままじゃダメなのね。ここでビリに転落だー。スタート直後にチラッと映っただけで、完全にログアウトしました。どうしよう。3位までに入れないとポイントもらえないのに。てか1位の子、女の子？早いのね。3位の坊主の子気になるわ。ガリガリ君みたい。今気づいたけど、これって相模模型店のレースだよね。なんでファイター実況してんの？この人公式レースの実況じゃなかったっけ？こういうローカルなお店のレースの実況も受け負ってるの？もしかしてファイター生活に困ってる？レースの間にかゴー君に似てる子が2位になってて、ガリガリ君が4位になったと思ったらまさかのコースアウトを。何してるんすかガリガリ君。ダントツギリだったシャーフーがラッキー4位に浮上ですよ。もう一人ぐらいコースアウトしてくれたら3位になれるのにな。コースアウトしてくれないかな。で本当にコースアウトしちゃったー。何この半端ない罪悪感。冗談のつもりで言ったら現実に起こっちゃったとか。ごめんよ黄色帽子くん、後でうまい棒あげるから許してね。気づいたらファイナルラップですよ。シャーフーはちらりとも映らない熾烈なトップ争い。ゴーくんもドキが距離を詰めてるね。もしかしたらもしかするかもしれないよ。うわー、近づいてきたー。ゴーくんもドキのマシン、ストレートめっちゃ速いね。抜いちゃう？抜いちゃうの？抜かれちゃうの？抜いちゃらねえ。あー。どっち？どっちが勝つの？
やばい、初戦なのに熱すぎるレース展開。自分で操作してるわけじゃないからみーちゃんは。もうコーナーがない。ストレートじゃ追いつけない。ゴール直前での大落点。1位はゴーくんもどきの勢力だー。いやー、いいレースだった。シャーフーとビリ争いしてて、一時はビリだったゴーくんもどきが、1位になるとは。レースは何が起こるかわからないね。見ろよこのタイム差。1位と2位の接戦を、あざ笑うかのような3秒遅れ。コースアウトがなかったら間違いなく、ビリだったろうね。てお前何はしゃいでんの？よし、じゃないよ、よしっちゃ。3位になれたのはコースアウトしてくれた人がいたからでしょうに。調子乗るんじゃないよ。お、ここでセーブができるのか。そろそろ休憩しようかな。でも何が売ってるかみたい。パーツ見たらセーブしてやめよう。放熱フィン欲しいなぁ。モーターは消耗品のくせに、高いからね。少しでも寿命伸ばしたいのよ。標準ホイールは色違いなだけで性能は、同じなのかな？スーパーローハイとタイヤホイール欲しいな。ナローワンウェイホイールもいいなぁ。でも両方とも高い。レースで優勝したらどのぐらいポイントもらえるんだろう。3位が3ポイントなら2位が、6で1位が10ぐらいかな。タイヤ買うために5回優勝しなきゃならんのか。辛いな。で、一つ戻るたびに一番上に、戻るのやめてほしいわー。モーターばっか選んじゃうじゃん。ローラーは種類多いなー。目移りするなー。なんだっけ、可変スライドバンパーだっけ？バンパーが横にスライドするの。あれ好きだったな。大したテクニカルコースじゃないのに、つけてた。まだここには売ってないのか、残念。その他には何があるの？電池とかシャフトとか、本当にその他なのね。ここでは特に欲しいものないな。放熱フィンは欲しいから買っておこう。次のレースから使うよ。タイヤはどうしよう。ナローワンウェイか、スーパーローハイとか。両方買うお金はないから。今回はスーパーローハイとだ。よし、満足。次はコースアウトがなくても、3位に、できればトップ争いに食い込みたいな。今度はちゃんとセッティングするからね。じゃあ今回はこれで、また今度。レッツゴーなら次郎丸推し。一度でいいから次郎丸に、あんちゃんって呼ばれたい。セッティングの話は、もういいです。コースアウトもしたことないから、結構です。何のランキング？このお店のレースのランキングじゃないよね？まあいいや、ここからジャンが追い上げるよ。この後どうすればいいんだろう。お、セッティング画面開いた。タイヤ変えて、他にもギアとかローラーを変えてみようか。で、こんな感じになりました。実は初披露、ジャンの勢力、シャーフーです。ローラーはフロントもサイドも、ゴム付き14ミリ、リアは持ってないからなし。見えないけどモーターはレブ、ギアは4対1のハイスピードにしたよ。前回ストレートが弱かったからか飛び仕様にしてみた。改造だって、そういえば肉抜きとかできるって、言ってたな。カラー変えられるんだ。どんな色あるんだろう。やっぱりジャンは赤だよね。このままでいいや。メンテナンス？メンテもできるんだってブレイクインできたの？うわぁやっちまったー。負けたのもしかしてブレイクインしなかったせい？ブレイクインっていうのは慣らし運転みたいなもので、新品のモーターって回転が、硬い？悪い？なんて表現して良いかわからないけど、とにかく本来の性能を出せないのよ。それをブレイクインしてあげることによって、最初からクライマックス、俺、三条、バリに速くなるの。タイヤの汚れ取りはグリップ上げて、
グリスアップはギアの滑りを良くしてあげて、ターミナル磨きは電流の流れを良くしてあげて、それぞれマシンのスピードアップを測る実に地味な作業なのである。ミニ四レーサーはグリスが切れた時、リコーダーについてるグリスを代用品として使ったことがあるはず。てか、使った。手がベタベタになって、その手でテレビのリモコン触って、怒られた。メンテについて熱く語ってたらいつの間にか、レース始まってたよ。普通に右端行ったらレースできたね。しかも今回シャーフが1位じゃない。買ったタイヤのおかげかな？順調な滑り出しじゃないですか。か、飛び仕様だから、まさかのコースアウトに備えて、コーナーでは減速するゴム付きのローラーにしたからコーナーは遅いね。その分ストレートで稼いでくれればいいよ。頑張れー。シャーフー。でまたガリガリ君がコースアウトしてる。どうしたのガリガリ君。ガリガリ君食べすぎてお腹壊しちゃったの？あれ、後続が来ないよ。まさかの独走？タイヤ一つでここまで変わっちゃう？なんだよ余裕じゃん。所詮はいいパーツ持ってるやつが強いってことだろ？これで1位取りまくって、いいパーツ買って、すぐにランキングに乗ってやんよ。待ってろよー、セイバ兄弟ー。あっという間にファイナルラップ。もうここまで来れば1位確実でしょ。後ろ見えないし、ちらりともう映ってこないしね。2戦目で圧勝なんて、常連さんたちに悪いなぁ。え?なに？今ちらっと映ったのなに？追いつかれてる？嘘だぁ。そうじゃなかった、なんか団子できた。ごぼう抜きならぬごぼう抜かれ？ちょ、聞いてないっすよ。なんでこんなに取り詰められてんの？さっきまで独走だったじゃん、いやー。やめてやめて、抜かないでお願い、抜いちゃダメダメダメ、あー。これ以上はダメー、抜いちゃダメー。いやー。どうなった？2位は死守できた？できなかったー。なってこったー。見て、この僅差。わずか 0.04 秒差で、負けてるよ。また3位か。たったの3ポイントかよ。悔しい。超悔しい。よしもう一度だ。今度こそ1位取ってやる。コーナーでの減速が響いたに違いない。フロントローラーはゴム付きやめよう。コースアウトの危険性は、あるかもしれないけど、コースアウトが怖くて、か、飛びマシンが務まるか。でもどっちかって言うと、ゴーより劣派なんだよね。よっしゃ、3戦目、今度こそ1位だー。いつものメンツで、レディー、ゴー。スタート良い感じに行けたんじゃない？今回はいけるかも。3度目の正直っていうしね。いけなかったー。またラッキー3位だよ。しかもタイムかなり落ちてるー。だから喜ぶんじゃないよ、このすっとこどっこい。よし、じゃないんだってばよ。くそー。どうセッティングしたら勝てるんだ。悩んだ末、モーターはトルクに変えてハイスピードギア、ゴム付きローラーをやめてみることにしたよ。ちゃんとブレークインしたしね。今回はややコーナリング重視のセッティングだよ。4度目はきっと報われるはず。
報われなかったー。タイムはそこそこなのにラッキー3位に見えるこの結果、どうすりゃいいの。もう打つてないよ。世界一になったら話進むの？もしかして1位になるまで進まない？無理じゃね？1位取るの無理じゃね？フロントローラーをゴム付きに変えて再挑戦。トルクのパワーと加速に期待してあえてコーナーでスピードを落とす作戦にしてみた。だいぶスタートにも慣れたしと思ったら全然慣れてなかったね。めっちゃ出遅れてるじゃん。今度こそ5回目なんだからそろそろ1位取らせておくれ。お、良い感じ？コーナーの減速は目立つけど、コーナー後の加速で補ってるってところかな。ストレートでも追いつかれてないし、トルクだけどなかなかやるじゃん。よし、このまま行けー。ってコースアウトを、毎回コースアウトしてる人がいるな。みんな、か、飛び仕様のマシンなのかな。いいぞー、順調だー、このまま行けー。今回は負けフラグなんて立てないんだからな。じゃあ、トルクチューンなのに吹っ飛んだー。マジマグナムトルネードー。まさかのコースアウトとか、予想外すぎて声も出ないよ。タイム見る限り、コースアウトしなければ2位にはなれたんじゃね？なんでシャーフーすぐコースアウトしてしまうん？でもこれで、このセッティングで良い感じにいけそうだって、わかったから、次コースアウトしなければ1位取れるんじゃね？うっしゃ、次のレースで1位取ったら休憩だ。もうね、ゴールできたの二人だけとか、どんだけ自爆大会だよ。ああ、もう疲れたよパトラッシュ。編集したら10分ぐらいの動画になったけど、実際は30分ぐらいやってるんだ。今日はこれで終わり。好きなマシンはハリケーンソニック。好きすぎて買ったは良いけど組み立ててから一週間ぐらい走らせないで飾ってた。さて、どうしようかな。昨日、一晩寝ながら考えた。セーブする前に見たらちょっとポイント増えてたんだよね。60ポイント以上あったはず。確かなローワンウェイは55ポイントだったからね。セッティングは葛藤。今持ってるパーツで勝てないなら、新しいパーツを買えばいいじゃない。これが勝つための施策その1。今回のセッティングは、どうせコースアウトするならモーターはレブに戻して、ホイールは買ったばかりのナローワンウェイ、タイヤはスポンジ、ローラーはフロントもサイドも、ゴム付き14ミリにしたよ。その他は何も変えてないよ。ここからが勝つための施策その2。改造を選んで、この肉抜きっていうのやってみます。肉抜きっていうのは、ボディの一部を、切除してマシンの軽量化を、測るテクニックで、簡単に言うとミニ四駆の、ダイエットみたいなものです。軽い方が加速も出るし最高速も伸びるから結構やってる人見たことあるんだけど自分じゃ絶対に肉抜きはしなかったな。せっかく好きなマシン買ったのになんでボディ傷つけなきゃならんのって思って親からもらった体に傷つけるなんてでピアスを開けた子供に怒る親の気持ちがよくわかるよ。
切除される部分も含めたボディなんだから、そのままの姿で使いたいよね。でもこれはゲーム、勝つためには手段を選ばないよ。じゃーん、これが肉抜き後のシャーフです。レースの前にランキングチェックしておこうかな。って、なんでみんなしてポイント上がってるの？どこか別の場所でレースしてるの？なんかめっちゃ差開いてるんですけど、追いつくのもう無理じゃね？てかなんでカイ君とゲンちゃんに、ヨウ君が負けてるの？しかもレイさんいないじゃない。トウキチもジェイ君もいない。マコト君は？メガネでマッシュルームなマコト君はどこ？まあいいや。よっしゃー、ラッキーセブン。7000メイクぞー、こいやー。うわ、スタートちょっとミスった。いつまで経っても慣れないな。でもなかなか良い加速じゃない？コーナリングも今までにないぐらいスムーズだし、やっぱタイヤの力すげーな。おうおう、早くも独走態勢？ストレートの伸びも良い感じじゃないですか。今度こそ、7戦目にしてようやく1位取れる？いやいやまだ安心するのは、早いね。調子乗ったってあー。またコースアウトー。うわー、独走だったのにー、うばー。またゴールできたの2人だけ？自爆大会すぐる。相模カップレース恐るべし。やっぱトルクだな。モーターしか買えないし、試しにセッティング画面乗せてみようか。こんな感じでパーツを選んで、変えていきます。結構変えるところ多いから、変えるパーツが多いとグダグダしちゃうんだよね。だからセッティングはカットして、前回から変えたところ、見せられればいいかな。メンテもね、レース前に必ずやらなきゃいけないけど、絵的に面白くないし、次回からカットするよ。よーし、8度目の挑戦、今度こそ勝つぞー。これで勝てなかったら、今度こそ打つ手なし。罪ゲーを一つずつ片付ける動画なのに、いきなり片付けられなくてまた罪そう。オーケー、オーケー。ゴー。若干遅れた気がしないでもないが、トルクのパワーに期待。おう、いつになくトップ争いが熾烈だ。シャーフーも良い位置にいるじゃない。ストレートが意外と伸びてる。いいじゃんいいじゃん、すげえじゃん。おー、ストレートでぐんぐん来たー。抜いたー、来たー。インのきついコーナーも乗り越えたよ。これでコースアウトの心配なしだね。いいぞー、その調子でトップ独走だー。もう負けフラグだなんて言わせない。あえてよー、勝てると。ミニ四駆とは関係ないけどさ、ファイターの、爆走、シャーフー、って。激連のサブタイトルにありそうだよね。デカ連では、ランニング、ヒーロー、だっけか。デカレッドの番がひたすら走らされる回があったから、激連でもシャーフーがひたすら走ってる回があっても、面白いんじゃないかな。
特撮ネタ参戦した。ファイナルラップまでリードを保ってこれたね。後続も全然来てないし、いよいよトップでゴールできる時が来た。あとはストレートだけ、コースアウトの心配なし。よっしゃーって、誰かコースアウト？ん？遅すぎて失格？何それ鬼畜？よっしゃーついに1位で、ゴールー。てかそんなルールあったんだ。遅すぎて失格って、駅伝の繰り上げスタートみたいな感じ？見て見て、この圧倒的なタイム差。高いタイヤ買った甲斐があるってもんよ。おうおう喜べじゃん。今は喜んでいい時だ。どうもどうも、まあ実力っすよ。おう、ランキングポイント？ふむ、あのランキング用のポイントなのね。いやいや、僕の実力をもってすれば次も余裕っすよ。なるほどなるほど、やっぱりこのランキングは相模カップレースのランキングじゃなくて全国のレース結果を反映したトータルポイントのランキングなんだね。おうおうおう、主役二人のお出ましか？レツくんってさ、髪とか T シャツは赤で帽子と、ハンパンは緑のクリスマスカラーなんだよね。この色を日常的に着こなせるレツくんの、ファッションセンスに脱帽です。兄貴って呼んでよいですか？おう。よろしく。感動、ちゃんです。激烈としてます。まあね。え？え、ちゃんって初心者だったの？よくそれでこの店乗り込んできたな。さすがちゃん、怖いもの知らず。そうそう、無印のレツくんって結構短気で怒りっぽくて、よくゴーくんと喧嘩してたよね。WGP になるとチームリーダーになっちゃうから、いつも冷静でゴーくんと喧嘩しなくなってさ、何かあっても喧嘩じゃなくて諭す感じの、言い方になってた気がする。WGP だとレツくんの、兄貴ドガグ、と上がるけど、無印の年子の兄弟って、感じのやりとりも好きだな。なんかよくわからない流れで、レースすることになった。エキシビジョンだからポイント関係ないんだよね。10分超えたから、レースの結果は次回持ち越しにしようかな。今回はこれで終わり。WGP 編ならドイツ推し、ベルクカイザーかっこいいよね。前回の続き、ミニ四駆界で有名な、セイバ兄弟にレースしようぜって無茶ぶりかまされた初心者の、ジャン。ってなんでもうハリケーンとサイクロンなの？もうスーパーグレートジャパンカップ直前なの？もういいや、目標は完走で、ゴーってめっちゃ速ー。何これ予想外の速さなんだけど。イベントレースだから勝てるとは思ってなかったけど。もしかしてこれってセイバ兄弟の俺スウェーを見せつけるためのイベントレース？ゴー君独走じゃないっすか。もうね、悲しくなってきた。それよりベルクカイザーの話しようぜ。ベルクカイザーかっこいいよね。
左右非対称のあのボディデザインが斬新だったな。一番模写したボディだよ。ハリケーンソニックもかなり模写したけど、難易度的にベルクカイザーの方が多かったな。でも一番うまく描けたのがバックブレーダーという皮肉。バックブレーダーもかっこいいと思うんだけどね。ハマーディーがね、ニコニコでは大人気だよね。ハマーディーリーダーとジョーちゃんに落ち着け、ハマーディーって怒られたい。そろそろ終わったかな。あ、いつの間にかシャーフーがいない。遅すぎて失格になっちゃったのかな。仕方ないよ、勝てるわけないもん。それにしても早かったな。どんなパーツ使ってるの？兄弟揃ってコースレコード更新か。お前ら、本当はここにレースしに来てないだろ。セッティングの問題なんすかね。え？スプリングレース？まだ春なの？スプリングレースってまだ二人とも、セイバーだったんじゃないの？なんなんだこのタイムパラドックス。なに？どちらさん？すっげえジャイアンっぽい。急に出てきてなんなんだ君は。そうだそうだー。誰だー？黒沢？あー、ふとしくんか。ブラックセイバーの人じゃん。懐かしい。元気いい？髪型ちゃんと見せてくれないからわからなかったじゃない。君さ、原作では完全にかませキャラだったけど、アニメだと途中でいいやつになったよね。あれ？アメリカ？スプリングレースってギザギザローラー使ってた頃だよね。つかぬことをお聞きしますが、君はいいふとしくん？悪いふとしくん？ちょっとじゅんちゃん、何勝手に煽ってるの？っておい、なんでお前もそんな乗り気なの？あ、フラグ立てよった。じゅんちゃん男前、惚れるわ。そういえばじゅんちゃんもミニ四駆やってたよね。ホームランマンタレイって、マンタレイジュニア系統の、マシン持ってたよね。本当に怠慢だ。じゃあ、ふとしくんはリオ様役ね。ビジュアルはだいぶ違うけど、黒だからいいよね。うっわ。また、どえらいスタートミスですな。さっきよりひどくなってるじゃない。でもコーナーで抜いちゃうもんね。てか、ふとしくん遅くねえ。さっきまでレースしてた子たちと同じぐらい遅くねえ。あれ？ふとしくんってもしかして勝ち入れようのかませキャラ？原作に忠実っすな。てか地味にストレートで食いつかれてる。そっか、ふとしくんはストレート重視なんね。でも今のシャーフはコーナー重視ですよ。連続コーナーがあるこのコースではシャーフーの方が有利なんだから。ほーら、突き放すよー。臨終ライオン犬破れたり。そういえばさ、前回ちょろっと話に出たランキング、レースに勝つとポイントもらえてトータルポイントを競うランキングなんだけどさ、リアルタイムでポイントが反映されてるってことは、1レース終わるたびにここに電話が来るのかな。この時代まだインターネットってそこまで普及してないよね。レース結果が届くたびに手書きで直してるのかな。おっちゃん、お疲れ様です。なんてどうでもいいこと話してるうちにファイナルラップだよ。
さっきから全然ブラックセイバーが映ってこないんだよね。もしかしてさっき立てたフラグのせい？すごくいい負けフラグだったよね。KOM、キングオブ負けフラグの称号は、ふとしくんのものだ。ゴール。負けイベかと思ったら勝ちイベだったな。まあ実力っすよ。見て見て、5秒も差ついてるよ。ねえねえ、今どんな気持ち？どんな気持ち？さすがふとしくん、完璧な捨てセリフですね。勉強になります。じゅんちゃん、容赦ねえな。去り際もパーフェクト捨てセリフ。かませ負けキャラの鏡っすな。ねえねえおっちゃん、そんなことはいいからさ。てあー、土屋博士だー。大神のところから逃げてきた J 君に、普通の服を着せないで全身タイツのままでいさせた人だー。懐かしいや、ファイターチッス。BMC のフルカウル？ネオトライダーがあくれるの？え？わー、きたー。これこれ、シャイニングスコーピオン。このボディが欲しくて、16年前、クリスマスに限定版買ってもらったんだよ。そしたらゴールドのボディもついてきてさ、超嬉しくってゴールドスコーピオンは一度も走らせないで飾ってたな。ネーム？シャイニングスコーピオンじゃないの？また名前つけるの？そんなの当然、シャイニングスコーピオンにするに決まってるじゃない。あれ？文字数足りない？ちょっとマジでないわ、これないわ。なんでタイトルにシャイニングスコーピオンってついてるのに肝心の、マシン名にシャイニングスコーピオンが、使えないの？そこはちゃんと使えるようにしておこうよ。一番大事な部分でしょ？まさかシャイスコなんて略せだなんて、言わないよね？シャイスコなんて略したらジャスコっぽくてなんか、いやっつーかやっぱり使いたいよシャイニングスコーピオン。つけたいよ、ファイターに爆走、シャイニングスコーピオン、って、言ってほしいよ。長いのはわかるけどそこは頑張ろうよ根性見せてよあと、3文字なんだからなんとかならないの？ということで、シャイニングスコーピオン改め激レッドになりました。で、博士にシャーフー取られた。別に持っていかなくていいんじゃないの？勢力集めてるの？他の町？お？もしかして風林町から出られるようになったの？秘密？何それ、パワーブースター使えるとか？言いかけておいてやめるのずるいと思います。おっちゃんと博士が親しげだ。もしかしてベタな同級生とかなんすか？おっちゃんに10歳の娘がいるってのに博士と来たら、ファイターも帰っちゃった。相模カップレースの実況のバイトはもう終わりすか？春長岡？どこそこ駅から行けるのかな。さて、いい感じの時間になったし、セーブしてやめよう。次回はじゅんちゃんから教わった春長岡ってところに行ってみようと思います。じゃあ今回は終わり、また今度。初めて買ったミニ四駆はトライダガー X。 アニメ見て壁走りできるんだ、やってみたいって思って道路脇の側溝で走らせたら、あっという間にどっか行っちゃって、用水路にダイブした。思い出のマシン。あの頃はアニメや漫画の世界と現実の世界が同じだと思ってた。ミニ四駆は走って追いかけられるものだと思ってた。現実って厳しいね。大人の階段を登った当時を振り返ってる間に、前回のレースでもらった10ポイントでスタビライザーポールを買ってみたよ。
今回のセッティングを見てもらいながら、前回のあらすじタイム、セイバ兄弟の烈を見せつける出来レースの後、なぜかやられにやってきた太志くんとの、タイマンレースに勝利したじゃん。レースを見ていた土屋博士に、シャイニングスコーピオンを、託され、愛車シャーフを取られてしまった。さて、せっかくシャイニングスコーピオンが、手に入ったんだから、まずはカラー見てみたいな。ゴールドのカラーリングとかできない？結構種類あるね。うわ、青すぎ。これ良いんじゃない？赤、こんな感じのウルトラマンがいた気がする。これちょっとゴールドっぽい？なんかグフみたい。ちょ、これは強烈のカラーじゃないですか。激バイオレットプラス激ブルー、これにしよう。バイオレットとブルーなのに名前は激レッド、ややこしいね。うわぁ、なんか紫のところが蛍光塗料塗ったみたい。レースで目立つこと間違いなしだね。セッティング終わり。スプリングレースの会場は春名が丘ってところにあるらしいから、次の目的地は春名が丘かな。でもその前にもう一度相模カップレースしてこう。もう一度1位を味わいたいんだよね。前回は1位になって喜ぶ間もなく、セイバ兄弟に絡まれちゃったし、今回のセイ6、カラー統一されすぎてグラデーションになってる。ゴー。相変わらずの失敗スタート。いつになったらうまくできるようになるんだろう。でも失敗しても第1コーナーで、余裕の5号抜き。インコースは有利だよね。でもうコースアウト？どこ？どのコーナー？早すぎるでしょ。誰がコースアウトしたのかわからないレベルの速攻リタイア。誰だかわからないけど、どんまい。そんな時もあるさ。てかスコーピオンのカラー変えたのに、思った以上に紫が紫じゃない。白っぽいよ。これじゃあバイオレットじゃないじゃん。嘘、大げさ、紛らわしい。AC に電話すればよいのかな？わぁ、またコースアウトを。まだ3周目入ったばっかだってのに、もう2人リタイアかよ。これはまた自爆大会な予感。なんて言いながら自分がコースアウトしたらカッコ悪すぎる。フラグ立てるの自重。ん？あれ？なんかスコーピオンの色おかしくない？ほら、青い部分なくなって全部紫になってるよ。ちょ、まさかバグった？マジで？うっそ、ちょっとどうすんべよー。マシンバグるのやーねーぜー。もしかしてカラーを紫にしたせい？セッティング画面でも全部紫のままだったらどうしよう。このレース終わったら元の色に戻すつもりだったのに。あー、超後悔。どうしよう。一回セーブしてリセットしようかな。電源入れ直したら大抵治るよね。でもマシン全部モザイクになったとか、画面全体モザイクとかよりマシかな。一応マシンは見えるもんね。またリタイア1名追加。本当に自爆大会だ。完走者2名とか。1位でゴールしても全く、喜べない。早く電源入れ直させて、お願いファイター、そんなのいいから早く。でもタイムは見るよ。48秒台か。コースレコード更新は夢のまた夢だな。跳ねるな跳ねるな回るな。良いから早くセッティング画面を、開きなさい。お、おう、こっちではちゃんと青い部分あるね。よかったー。バグはレース中だけだったみたい。やっぱりスコーピオンは白だね。スコーピオンのカラーも戻したし、さあ、春名が丘に出発。ここには相模も経典しかなかったから、きっと駅からどこか別のところに行けるはず。
今までいたところが朝日町？レツ君とゴー君って風林小学校に通ってなかったっけ？風林町じゃなくて？もしかして、風林市朝日町ってことなのかな？春長岡到着。都会的な街ですね。なんてわかりやすい。おのぼりさんでも迷わない親切設計。頼もう。あれ？入れない？なんで？なんで入れないの？ここでレースして、次はりょうくんと会ってレースしろって、ことなのかな？あれ？動かないよ。なんで道路渡れない？まさか。やっぱり、広い道路は横断歩道しか、通れないんだ。てかなにこれ、東吉のゲームセンター。まんまじゃん、絶対東吉いるわ。また？なぜ入れない？いいから入れろよ、別に荒らしたりしないから。入れろって言うんだろ、東吉言うんだろ、ただ会うだけだから入れろって。会うだけだからつかまだ面識もないんだから、ただ一方的にこっちが知ってるだけだから入れろよ。いいじゃん別に、それとも何かでもあるの？ないだろ、だったら入れろ。いいから入れろ、さっさと入れろ。いいよいいよ、入れてくれないならもう経典行ってくるよ。うわ、デジャブ。相模も経典と同じレイアウトですね。買う買う。ここはどんな品揃えなんですか？スライドバンパー売ってませんか？アルミモーターサポート売ってんじゃん。これかい。どうも。てか、いい買い物したね。てめっちゃ上から目線な店員だな。RPG とかで出てくる頑固な武器屋の親父っぽい。ボールベアリングがある。これも欲しいって、めっちゃ高。60ポイント？買えないわ。6回1位ならないとね。ローラーにもボールベアリング売ってるのね。欲しいなぁ。ボールベアリングはプラスチックの、ローラーと比べて重いからウェイト代わりにもなるんだよね。ここは欲しいのないな。相模も経典よりちょっといいもの扱ってるね。よし、ここのレースで腕試しだ。ん？あれ？いけないの？このお店コースないの？マジで？お店にコースないから空き地があるのかな。ってことはりょうくんと勝負するんだよね。セイバ兄弟の次はりょうくんでしょ。ちょ、看板多すぎ。右行け、オーラに逆らって左に行ってみるぜ。ねえねえ、このベンチ、安倍さんが座ってそうなベンチだよね。これ以上左には行けないのね。看板に従うのは尺だけど、右行こうか。まことくんだー。まことくーん、久しぶりー。はじめまして。うん、知ってるよ。メガネでマッシュルームなまことくんだよね。よろしく。へえ、だからあのお店にはコースなかったんだ。やっぱりね。うっわ、本当にまっすぐだね。どうしよう、ブレイクインしてないレブで勝てるかな。うん、終わり？うん、その話さっき聞いたよ。え、終わりなの？話してる間にりょうくんが、スピード勝負なら負けないぜって、乱入するんじゃないの？ああ、そっか。セイバ兄弟みたいにこのコースで、1位にならないとりょうくんは、出てこないんだ。なんとなくパターンわかったぞ。ここは直線コースだからモーターはレブ、さっき買ったアルミサポートつけて、ローラーはフロントとサイドで、同じ10ミリにしてみたよ。無駄にポールは立てたままにしてみる。よし、これで行こう。そういえば激レンジャーってさ、変身後のスーツの時ベルトないよね。ベルトがないせいで変身スーツが、全身タイツみたいに見えちゃっていまいちかっこよく、見えなくて残念。列の名乗りが面白くなったのは、絶対ベルトがないせいだと、思うんだ。ゴー、結構いいスタートなんじゃない？って思ったけど、いきなりドンケツ。でも一人かわしたね。
その調子で順位上げろ。手まことくん1位じゃん。やるじゃん。ガリガリくんもいるね。コースアウトの貴公子は直線コースじゃ輝けないね。もうコースアウトしなくちゃガリガリくんじゃないよね。なんて無駄話してる間にもう終わり？マジで？スコーピオン来てないんだけど。4位っすか？マジっすか？やっぱブレイクインしなかったせいかな。モーター買い直してブレイクインしないとダメかな。このタイム差、トップと 0.7 秒差か。厳しいな。リベンジは次回回しで、今回は終わり。前回の続き、ひたすらまっすぐなコースで3位にも入れなかったからリベンジするよ。セッティングはボールを外しただけで、前回と同じ。よっしゃ行くべー。そうそう、遅くなったけど動画にコメントありがとうございます。せっかくアドバイスもらったのに活かせなくてごめんね。気づいたのがいろいろ終わった後だったんだ。あと、自分は予備知識なしでやってるんで、裏技とかわかりません。リベンジレース、レディー。ゴー。いけスコーピオン、そこから加速だ。また1位まことくんだ。まことくんってこんなに速い子だったっけ？このままスコーピオン順位上げずに、終わりそう。フレームアウト。ダメだな。今回も4位で終わりか。くそー、やっぱブレイクインしたレグじゃないとダメか。ボールベアリング買う予定だったけど、一緒にレグも買い直しかな。ポイントが、足りないです。0.5 秒の差が大きいな。ここじゃ勝てないから相模も K 点に、戻ろうか。ん？なんだ、ふとしくんか。それが会場に入れてもらえないんだ。またそんなこと言って、それ新しい負けフラグ？ああ、負けフラグだね。立てるの早すぎじゃない？ふとしくんの泡展望さん。てなんか小さいの来たぞ。うわあ、トウキチだー。ゲスゲス野郎だすー。うん、マブダチなんだ。ふとしくん、ジェン、って呼び合う仲なんだよ。な、なな な, な何言ってるんだいまことくん。超仲良しだったじゃない。いや友達だよ、マブダチだよ。いやだから友達だって、全然失礼じゃないよ。うん知ってる、ちいこちゃん元気？ちょ、まことくんまさかの裏切り。おう、感動、ちゃんだ。シャイニングスコーピオンは激レッドで、ビュンビュンだー。ゲーセン、さっき入れなかったところか、あのゲーセンにコースあるの？でもどうせイベントレースだろ。今度は、トウキチのオレツウェイレース見せられるんでしょ。仕方がない、おとなしくオレツウェイレース見てくるか。なんぞこれ。どうでゲス？じゃねえよ。どうしてこうなった？思いっきり施設コースなのによく、公認もらえたな。今思いっきり読み飛ばしたけど、なんか重要なこと言ってなかった？うわ、またすごいコースだな。セッティングが難しそう。コーナーにアップダウン、ストレートの複合コースか。じゃあコースアウトしないようコーナー重視の、セッティングにしよう。あ、ボール立てるところ間違えた。サイドに立てるつもりだったのに、動画編集するタイミングで、気づくなんて遅すぎ。ゲーセンの床にどんだけ動揺してんだ。ゲームセンター陶器地レース。パパマジ親バカ。何このアングル。いつもと逆じゃん。見にくいわ。スコーピオンは右端？あ、ファイターチッス。ここでもバイトっすか？お疲れ様っす。ゴー。おー、スタート成功したー。初めての、成功かも。
イベントレースじゃなければ1位取れるな。スタートを制する者はレースを制すって誰か偉い人が言ってるはず。にしても藤吉さん早すぎ。いいスタートしたはずのスコーピオンが速攻フレームアウトで、早くも独走態勢じゃない。わかってたけどさ、序盤でいきなり引き離されたら実況することなくなるよね。長いコースだし、ちょっとおしゃべりしてようか。でチラッとスコーピオン見えたー。でももう見えなくなったー。インコースのコーナーでちょっと、追いついて、あとは引き離されてるって感じかな。1位は無理だろうからおしゃべりタイム。さっきも言ったけど、自分は予備知識なしでこのゲームやってます。裏技使わないの？ってコメントがあったけど、裏技って何？な状態です。だからちょっと調べてみた。ニコニコ大百科って便利だね。とりあえず原作とアニメの時系列には沿ってないパラレル作品で、ゴールドスコーピオンは予約特典だってことが分かった。攻略とか裏技は今回は見ないでやりたいと思います。どんなゲームでも一周目は自力で、頑張るのがポリシーです。ゲームについて調べたついでに、レッツゴーについてもいろいろ調べてみた。ジョーの名前がジョセフィーヌだってのを初めて知ったよ。明日のジョーを読んだ両親がジャパニーズマンタベリークールとか言って矢吹城から名前取ったのかと思ったら、めちゃめちゃ女の子らしい可愛い名前じゃない。ごめんよジョー、僕の用水路にダイブしたトライだが X あげるから許して。3話につけてもらったコメントだったかな。特撮ネタにも反応してくれる人がいたから調子に乗ってみる。秋葉レンジャーって知ってる？前のクールでやってた深夜の非公認戦隊パロヒーローなんだけど、戦隊ヒーロー好きにはたまらなくも、相方な部分に妙な共感を覚える面白い作品なのね。ニコニコ的には、セミニョに出てた鳩の人が、有名かな。鳩の人がレッドだから興味ある人は見てみればいいと、思うよ。で、その秋葉レンジャーなんだけど、革のデザインが思ったより良くて、特に頭のデザインがバトルフィーバー J を、思わせる頭部分が全員違うデザインで、下手すると公認の今やってるゴーバスターズより革のデザインは良いかもしれない。青はポニテ、黄色ツインテ、バリモエ、レッド空気じゃね？いやいやそんなことないよ。レッドはレッドで左から右に風吹いてる感じの髪型が良いと思うよ。ほんとだよ。でバトルフィーバー J って字面がプロトセーバー JB と似てるね。なんか新しい J 君のマシンみたい。バトルフィーバー J といえば、バトルケニア役の大場健二さん。バトルケニアよりも、若さってなんだ？振り向かないことさ、のジャバンの方が有名かな。そのジャバンの映画買ったこれ、興味に、一体、誰か一緒に行こうぜ。昔、バトルステージでデカレンとジャバンの、クロスオーバーやってたのに見に、行けなかったんだよね。今度は映画だから一体。ちなみに一乗寺さんの下の、名前はレツ。しかも漢字も同じ。レツ兄貴と同じ名前ということで、強引にレツ号の話題に、戻すよ。やっぱり藤吉が1位か。なんとか2位に滑り込めたけど、見て、このタイム差。14秒も差つけられてる。これだけの差縮めるのはきついな。そうだね、今回ばっかりは藤吉の言う通り、ちゃんとコースに合ったセッティングしないとね。それにしてもどうして床に名前書いちゃったん？そんな床にまで名前書かなくても店の名前がすでに藤吉なんだから、わざわざ客に踏まれまくる床に名前書かなくてもいいじゃない。金持ちの考えることはわからんわ。
ちょい待ち、今なんつった？1分準15秒未満のタイムを出したら一緒にスプリングレース予選に参加する？な、なんだって藤吉に勝たなくてもいいのか。ってことは縮めるタイムは4秒でいいんだな。ちょっと希望見えてきたかも。そろそろ時間だから今回はこれで終わり。次回は相模も経典に戻ってひたすらポイント稼ぎレースをやろうかな。2話以来のカット祭りになりそうな予感。今回も見てくれてありがとうございました。また今度。秋葉レンジャーならブルー推し、ポニテは正義。前回前々回と早口だったゆっくりちゃんの速度を元に戻しました。声もちょっと変わってるのわかる？そういえば前回ランキング見てないな。1位と200ポイント差とか積んだ。りょうくんが4位に上がって、レイさんが5位ランクイン。ゲンちゃんは星になったんだね。把握した。じゃあ相模も経典に戻ろうか。移動しながら前回のあらすじ。空き地でレースしてたら、なぜか藤吉とレースすることになったじゃん。藤吉のコースで1分45秒以下のタイムを出さないと予選に出られないと聞いてさあ大変。まずはポイント稼ぎのため相模も経典に戻ることにしたのでした。やあ純ちゃん、ん？ほう、おっちゃんと博士が誰？そんなキャラいたっけ？ネオトライダガー BMC ね。ZMC じゃなくて BMC だから。間違えると全国のりょうくんファンに怒られるよ。ジローマルとか、ジローマルとか、ジローマルに。今回のセッティングはこんな感じ。まだこのコースで、完走したことがないレブを使いたいから、ポールをフロントとサイド、両方に立ててみた。見た目はかっこ悪いけど、これで完走間違いなし。他は変えてないよ。パーツないしね。そういや、春長岡の模型店で、ゴールドターミナルって売ってたよね。ノーマルとゴールドって何が違うんだろう。ゴールドの方が電池の持ち良くなるのかな？ポイントに余裕できたら買ってみようか。そうそう、このアングルが正解だよね。ちゃんとライバルたちのマシンも正面から見たいよね。ゴー。今回はポイント稼ぎがメインだから、レース内容はカット。きたー。ついにレブで完走したぞー。脱落者は一人か。結構いいレースだったんだね。よっしゃ、この調子で次。よし1位。じゃ、ない、だと。またコースアウト？なんでスコーピオン、すぐコースアウトしてしまうん？レブか、やっぱりレブがダメなのか。新しいパーツを買ったら、きっとレブでもいけるはず。それまでトルクで頑張るよ。今の僕には理解できない。コースアウトを知らないミニオンレーサーのように振る舞うしかないの？って、んなことできるかい。まさかのトルクでコースアウト。これは対策を立てざるを得ない。何買えばいいんだろう。ポールがあるからスタビポールロール。
リアを買った方がいいのかな。リアルではあんまりリアローラーつけたことないんだよね。どれ買ったらいいかわからない。ああ、そうだ。ローラーって10ミリとゴム付き14ミリしか持ってなかったよね。ちょっとローラーの種類増やしてみるか。これでさっき貯めた20ポイントがチャラになった。ポイント稼ぎに来たのにな。おかしいね。で、肝心のセッティング。モーターをレブに戻して実験してみるよ。フロントを14ミリ、サイドは16ミリ、ポールはサイドにだけ立ててみた。これでコースアウトしなかったら、ローラーの大きさに原因があったってことになるよね。よし来たー。ローラーか。やっぱりローラーがいかんかったのか。これでかつる。ちょっともたついたけど、これからどんどんポイント稼ぐよ。ここからずっとスコーピオンのターン。おお、ついに48秒切ってきた。ローラーだけでここまで変わるのか。すごいな。さっきと同じタイムだ。で、2位と3位のタイム差がすげー。 0.01 秒差とか、大接戦じゃん。あれ、デジャブ。2位と3位のタイムが 0.01 秒縮んだだけで、あと同じ結果になるなんて。次で一区切りにしようか。で、これはひどい。ついに完走者一人のレースが出てしまった。みんな自爆しすぎだぞ。ローラー買ってないからコースアウトするんだよ。ちゃんとローラー買えよ。と、今日のお前が言うな会場はここに決まりました。怒涛の5連勝で60ポイント貯まったから、春長岡にパーツ買いに行こう。何買おうかな。やっぱりボールベアリングかな。あの重さと、回転の滑らかさが好きなんだよね。リアルでもお世話になりました。どうも、買う買う。ボールベアリングが欲しいんだ。確か、タイヤとローラーがあったよね。これは、シャーシのタイヤのとこにつけるのだよね。スピードアップと走行時間を伸ばせるのか。やっぱり、ローラーにしよう。ボールベアリングと言ったら、ローラーでしょ。これでもっとコーナリングが滑らかになるはず。おじさん、これください。残りポイントが5になった。懐が寂しいよ。給料日前の財布のようだ。じゃーん。早速つけてみました。フロントローラーのメタリックな質感がいいでしょ?6ミリって、かなり小さいけど、まあ仕方ないね。ちょっとこのセッティングで、レースしてみたいな。ストレートコースで勝てる気がしないから、相模も経典に戻るよ。これが今回の、ラストレースになるかな。ボールベアリングをつけた。スコーピオンの速さに、驚愕するがいい、正六軍団よ。このレースに勝ったら、次回はストレートコースに、もう一回挑戦してこよう。パーツも揃ってきたし、そろそろ上位に、
食い込める気がするんだよね。おお、なかなかの接戦じゃない。スコーピオンがアウトコースだとインコースのマシンといい勝負するんだね。スタートめっちゃ失敗したけど逆によかったな。レーンチェンジでインコースになった途端他のマシンが見えなくなった。スコーピオン直線早いなぁ。さすがレブ、直線に強いね。ブレイクインしてたらもっと速くなったのかな。もう独走っぽいからちょっとおしゃべりしようか。このゲームさ、レース中の視点を切り替えられるようになってたらいいのにな、って思わない？このレースだったら、さっきから2位と3位のマシンが、抜きつ抜かれつのデッドヒートを繰り広げてるっぽいから、そっちを見たいんだよね。思わぬ形で、見られるようになりました。嘘だー、またコースアウトかよー。今の僕には理解できない、理解したくない。ちょっと待てやー、なんだこれ、どういうことだ。コースアウトしたのスコーピオンだけ？完全に自爆じゃないか。まるで世界選手権でフライングしたボルトの気分。こんな結果で終わりたくないけど、時間だから今回は終わり。また今度。ショックでかいわ。ステマオツならアルパカ惜しい。東映の警備員役で顔出し出演してた中の人、楽しそうだったね。前回のポイント稼ぎで、ランキングポイントも上がったはずだから、見てみようか。なんでウォー君とさあ開いてるんだ。あ、ヨウ君が3位に上がってる。カイ君はレイさんにも抜かれそうになってるね。ジャンもポイント3桁になったし、まずは5位ランクインを目指して頑張ろう。春長岡に移動しつつ、前回のあらすじタイム。念願のボールベアリングローラーを買って、早速相模カップレースで使ってみたら、華々しくコースアウトした激レッド。失意の中で前回は終わったけど、あの後、一晩寝ながら考えてみた。ボールベアリングだったら直線コース勝てるんじゃない？で、直線用セッティングがこれ。モーターはもちろんレブ。ローラーはフロントもサイドも、ボールベアリングローラー。ウィングがないスコーピオンで、ローラーの自己主張がないと、こんなにも地味に見えるのか。だが、それがいい。あと、初めてその他の、セッティングをいじってみた。電池を満タンにしてみました。セッティング画面でパーツの重量が出るんだけど、満タンの方が軽かったから、ローラーが重くなった分、電池を軽くしてスピードアップしてくれると信じて、変えてみたよ。リアルだと、ブレイクインでモーター回しっぱなしにするときぐらいしか、使ったことないけど。まだ一度も入賞したこと、ないんだよね。今回はいける気がする。ファイター。チース。今日もお勤めご苦労様です。ゴー。ちょっと出遅れたけど、なかなかいい位置じゃない？見たこれ。
1位の子早いな。全然追いつけない。てか引き離されてる。フレームアウト気味だから2位争いの状況がわからない。頑張れスコーピオン。そのまま2位キープだ。ゴール。なんとか2位入賞やった。しかし、ボールベアリングローラーを、持ってしても、直線じゃ1位は取れないのか。0.3 秒の差が大きい。13秒切りたいな。やっぱり、ブレイクインしないと、ダメなのかな。よし、ここで1位取れたら、陶吉コースに行こう。それまで相模も経験でポイント稼ぎ続行。セッティングは、前回コースアウトしたし、モーターはトルクで、ローラーを元に戻したよ。トルクでもコースアウトするときはするから、対策としてポールをサイドに立てた。電池はマンガンから2角に戻しました。こんなもんかな。あ、そうだ。ちょっと気になってたんだけど、これ、タイヤ加工って、何？なんじゃこや。どういう加工なのか、さっぱりわからん。確かに、タイヤに横と片手に溝を掘って、グリップを上げるとかいうテクニックは、あったと思うけど、こんな名前だったかな。よくわからんし、今回はやめとこ。さあ、もう一稼ぎするぞー。もう一つのベアリングを、変えるぐらい貯めたいな。コースアウトさえしなければ、すぐ溜まるはず。今回もレースは、バッサリカットするよ。準備はいいかい？よーい！イエーフー！昨晩、一斉にスタートしました！イエてなき大地蹄を鳴らせ、嫌なこと高くたてがみ揺らせ、俺は荒野の暴れ馬、疾風怒涛のスピードさ。以上、マスタングさんによる荒野の暴れ馬講座でした。ちなみにマスタングさんは、かつて冒険ブラックとして、可愛いからという理由で身元不明の女の子に、勝手に名前をつけて連れ回すなど、トレジャーハンター、かっこ笑い、として活躍してました。なんて話してる間に、新しくレブチューンモーターを買い直したよ。ちゃんとブレイクインして、直線コースで勝ちたいんだ。よし、これで勝つる。じゃあ、春長岡に行こうか。ポイントも溜まったから、ボールベアリング買って、もう一回直線コースに、チャレンジするよ。これで勝てなかったら、それこそもう打つ手がないな。シャイニングスコーピオンは、絶対に肉抜きしたくないし、モーターもブレイクインしたし、他にできることあるかな？おじさん、ボールベアリングください。あ、ポイントが60しかない。ボールベアリング買ったら、一問なしになっちゃう。一問なしになりました。
タイヤの軸受けだから、見た目は変わらないね。モーター、ローラー、電池はさっき挑戦した時と同じ。違うのは、モーターが新しくなったぐらいかな。で、タイヤの軸受けにつけてみました。ボールベアリング。どこまでタイムが伸びるか、楽しみだな。よし、完了。さあ、空き地行くぞ。まことくんは、まだ塾かな？まことくんとも、もう一回レースしたいな。確か原作だと、まことくん、スプリングレース出てたよね。スプリングレース予選で、勝負できるかな。そういや、無印の列号の位置は、無料で見られるようになってたね。いつまで無料で見られるのかな。見られなくなる前に見ておかないと。目指せ1位。ゴー。ちょっと遅れたかな。でもいい感じに競ってるな。1位から3位まで団子状態。スコーピオン、抜け出せるか？ちょっとこれにいいじゃない？もうちょい。もうちょいだぞスコーピオン。来たー。ここで楽天。そのまま行けー。そのままそのまま。よっしゃー。ゴール前に大楽天。ついに1位だー。いやー。熱いレースだった。三つどもえからの、ゴール直前で楽天1位。原作みたいなレース展開だな。でもタイムは前より落ちてるのね。13秒の壁は熱い。今度も目標は13秒切ることだな。さて、宣言した通り、闘吉に挑んでこようかな。あ。でも時間が微妙か。闘吉レースは次回にしようかな。あのコース、無駄に長いしね。直線コースで1位も取ったし、1分45秒切れるかな。それじゃあ、今日はこれで終わり。また今度。